こんばんは。創業115年店内工房なるジュエリーマンです。今日はですね、お礼状の方をね、ちょっとご紹介したいと思います。こちらです。こちらですね、今日は8枚をね、書かさせていただきました。菅谷祭りでお世話になりました大仁田さん、大真三浦さん、そしてあと米田さん、お隣の席だった塚原さんですね。森様、そして、鈴木千番の鈴木さん、そして先ほど政府でお世話になりました佐伯様ですかね、こちらの方に、お礼状を書かさせていただきました。本当はイノシシ年でですね、イノシシを書けばよかったんですが、近くに石岡市の獅子で獅子を書きました。福寿ということで運気が上がりますようにということで、ご挨拶させていただいております。1枚でも2枚でも多くですね、感謝の気持ちを書けるように言い込もうと思います。